ハチャンタフーガです。さあこちらはモンスズメバチの成虫です。たくさんいます。40匹ぐらいいると思いますけど、今からこれを素手でわしづかみします。今からこの虫かご、もう蓋は取れていますけど、これをひっくり返して、そしてその瞬間にできる限り多くのモンスズメバチをわしづかみしたいと思います。頑張ります。さあそれではいきます。うわー、来た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 、やばい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 、痛い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 。スズメバチがたくさん手に乗ってるやんか。痛い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 ような痛くないような。これね、アシナガバチの火じゃないですよね、このモンスズメバチのオス。はい、これね、オスバチですね。もうみんな気づいてると思うんですけど、はい、やばいですよ。俺はカメラにも乗ってきてますもん、こうやって。モンちゃんのオスですね。みんな見てください、テントの中にモンスズメバチのね群れが飛び回っております。ね、多少ねバイアスがかかって痛い気もするんですけど、これがモンちゃん、モンスズメバチのオスです。やばいです。結構迫力ある動画だったでしょう。はい、本日もご視聴ありがとうございました。おー、来た来た来た、おー来た来た。以上、ハチャンタフーガでした。チャオー。